私はお友達と遊ぶのが大好きな5歳だよ。ママが忙しくてお家にいない時は保育園の児童センターでお友達と遊びながらお迎えを待っているんだ。今日もママを待ちながらリリーちゃんやさくらちゃんたちとトランプで遊んでるよ。次、おんぷちゃんの番。よし、じゃあこれだ。パパ取っちゃった。リリー読んでた。おんぷちゃんこれ取る。なんでわかったの？この子はリリーちゃん、可愛くて誰とでもお友達になれちゃう元気なお友達。おんぷちゃん、ババが来たこと言って大丈夫？あ、しまった。ついつい声が出ちゃったよ。この子はさくらちゃん、賢くて優しい頼りになるお友達。リリーちゃん、ババ抜き強いよね。誰がどれを取るかわかる。この子はななみちゃん、児童センターでよく遊ぶ友達なんだけど。ななみ、迎えに来たわよ。さっさと準備して。あ、ママ、でもまだババ抜きしてる。いいからさっさと支度しな。まったく手間かけさせるんじゃないわよ。ななみちゃんのママはいつもイライラしていて、すぐにななみちゃんを連れて帰っちゃう。おばあさん、もうちょっとで終わるから待っててよ。私に向かっておばさんと言ったの？失礼なガキね。ななみはもう家に帰って寝るの。あんたらなんかと遊んでる時間はないのよ。すぐ寝るの？ご飯食べないの？揚げ足取るんじゃないわよ。本当にムカつくガキね。いい？私が迎えに来たらななみはすぐ帰るの。じゃないと私が夜出かけられないのよ。そういえばななみちゃんが言ってたな。お家に帰って早く寝ないとママがすごく怒るの。夜トイレに行きたくて起きたらいつもママがいなくてすごく寂しい。ななみちゃん、ママちゃんがお迎えに来ても嬉しくなさそう。本当はママが来たら嬉しくてニコニコしちゃうのにな。ママちゃんのこと怖がってるみたい。ほら帰るわよ。待って、準備するから。本当に要領が悪い子なんだから。いつも怒ってばっかりいるとシワが目立つよ、おばあさん。なんなのこのガキ。ななみ、この子たちとはもう遊ぶんじゃないよ。お家に帰っても楽しくなさそうなのに。ななみちゃんかわいそう。私もお家に帰ってママがいなかったら寂しくて泣いちゃうかも。確かパパはいないんだよね。リリーもパパちゃんお家にほとんどいない。でもママちゃんいる。トイレも余裕。児童センターにはいろんな家庭事情の子がいるけど、ななみちゃんは特にみんなとは違う気がするね。おんぷ、遅くなってごめんな。迎えに来たよ。あ、パパ。うわ、めっちゃイケメン。声かけよ。すいません。はい、私ななみの母のはるみです。ななみちゃんの。いつも音符がお世話になっております。いえいえ、これからもぜひお近づきになりたいです。 LINE 交換してください。はい、これ私の ID です。登録しておきますね。ちょっと勝手にそんなことは。あんなクソガキの父親っていうのが尺に触るけど、子供がいるとめんどくせえがチャンスもある。あんなイケメンめったにいない。絶対落としてやるわ。その日はパパと一緒にお家に帰った。ただいまー。おかえり、おんぷ。お迎え行けなくてごめんね。ううん、大丈夫。あら、なんか元気ないみたいだけど何かあった？それがね、児童センターにななみちゃんってお友達がいるんだけど、ななみちゃんのママはお迎えに来るとすぐに帰る準備しなさいって叱るの。おんぷたちはななみちゃんともう少し遊びたかったのに、もうちょっとでトランプ終わるから待っててって言ったんだけど、顔を真っ赤にしておんぷたちと遊ぶなってすごく怖かった。ななみちゃんもいつも暗い顔で帰っていくから、おんぷも悲しくなっちゃって。そうだったのね。ななみちゃんのママはきっと見たいドラマがあったのよ。だから早く帰りたかったんじゃない？ママも冬プニ毎週楽しみにしているもの。プニ様だ、プニ。そんな感じじゃなかったけどな。でも誰にだって機嫌の悪い日はあるわ。今日はたまたまそんな日だったかもしれないしね。うん、次に会った時はいつお迎えが来ても大丈夫なくらいななみちゃんといっぱい遊べばいいんじゃない？そうだね、そうする。ママありがとう。次の日も児童センターでななみちゃんと会った。ななみちゃん、一緒に遊ぼう。うん、遊ぼう。今日は何する？リリーにいい提案がある。トランプ、昨日もやったじゃん。ま、楽しいからいっか。みんなで楽しくやっていたのに大きな声が急に聞こえた。ななみ、何やってるの？この子たちと遊ぶなって言ったでしょ。ママ、ごめんなさい。なんで親の言うことが聞けないのかしら。そんな子に育てた覚えはないわよ。子供は親の言う通りにしてればいいのよ。おばあさん、そんな古い考えを押し付けちゃダメだよ。おばあさんって呼ぶなって言ってるでしょ。しかも私が古いですって。親は子供の自由な感性を育てなきゃいけないのよ。子供の自由奪っちゃいやいや。うちのママなんて本当にやることをいっつも喜んでくれるよ。うるさいわね。ななみはこれでいいのよ。ねえななみ。あ、ねえ、疲れたら一回で返事しなさい。ちょっとろいわね。誰に言ったのかしら。それともこんな子たちと遊んでいていらない知識を得たのかしら。ななみちゃんは優しい子だよ。うんこたちとたくさん遊んでくれるし、親なのにそんなことも知らないの。うるさいわね。と、あ、こいつあのイケメンのガキじゃない。ねえ、今日のお迎えはパパ来るの？今日はママがお迎えだけど。じゃあっそ、じゃあ用はないわ。ななみには近づかないでちょうだい。これは必殺手のひら返し。子供相手に大人げないっぽいに。それにしてもあのガキ、本当に目障りな。でも子供が迷惑かけたとなれば親は呼び出されるわよね。そしたらあのイケメンパパが来る。あたしたら冴えてるわ。次の日、いつものようにみんなで遊ぼうとしたんだけど。今日は何する？天気もいいしお外に行くのはどう？いいね、お外で砂遊びしよう。ああ、おんぷちゃん、ななみちゃんとはお部屋の中で遊んでね。ななみちゃんのお母さんからおんぷちゃんと遊ぶと洋服が汚れるって連絡が来たの。そんなことはないですよって言ったんだけど聞かなくて。だからなるべくお洋服を汚さないようにしてほしいのよ。そんなしょうがないから縄跳びでもしよっか。あ、縄跳びもやめた方がいいかな。どうして？縄跳びをわざと当てて怪我させたってクレームも来てて。そんなことしてないよ。最近ななみちゃんのお母さんからの連絡が増えて困ってるのよ。だからあまり激しい遊びをしないようにね。何それひどい。私たち楽しく遊んでいるだけです。そうよそうよ。みんなごめんね。うちのママが。ななみちゃんのせいじゃないよ。じゃあ今日もトランプで遊ぼう。音符、迎えに来たよ。ママ、今日は早いね。用事が早く済んだの。もう帰れそう？ちょっと待ってて。今ちょうどリリーちゃんとババ抜き一騎打ちしてるから。わかった。じゃあ帰る準備して待ってるわね。おー、おんぷちゃん、どれどれ、ねねね、一体どれがパパなの？よし、これだ。あー、パパ引いちゃった。わー、リリーの勝ち。リリーちゃんやっぱり土壇場に強いね。あー、楽しかった。ママお待たせ。大丈夫よ、忘れ物ないように支度してね。はーい。ななみ、帰るわよ。あ、ママ。あなたがななみちゃんのお母さん？何よ、そういうあんたは？言わないでもわかるわ。あの紫頭の子の親ね。はい、音符の母のかなでです。あんたんとこの子供、うちの子にちょっかい出してるのよ。どうにかしてよ。うちの音符が？今ななみちゃんと楽しそうに遊んでましたが。楽しそうになんかしてないわよ。ねえななみ。うちの子に悪知恵ばかり吹き込んで迷惑してるわ。音符は人の嫌がることはしない子ですが、私の連絡先をお渡ししておくので、もし何かあれば言ってください。子供に加えて親もなんだかぼんやりしてるわね。工事中のコンクリートを間違って踏みそうな顔だわ。え、なんで知ってるんですか？本当にやったことあるの？そんなんだから子供が強気になって大人に盾つくのよ。ちゃんと子供のコントロールもできないなんて母親失格じゃないの？子供をコントロールだなんて、うちはのびのび育てる方針なので。のびのび？ぼんやりの間違いじゃない？それにあんたみたいなのがなんであんなイケメンを旦那にできたのよ。あんなに知的でお金も持ってそうな人、あんたにはもったいないわ。この子供も連れて母子でぼんやり過ごせばいいんじゃない？確かにアルト君は私にはもったいないくらいだけど、そんな言い方しなくても。ママのことバカにしないでよ。何よ、あんたのことを言っただけでしょ。ママはいつもおうちのこと全部やってて、音符やパパのために頑張ってくれてるんだから。あっそ、家事ができればいい女とは限らないわ。大人の話に突っ込んでくるんじゃないわよ。行くわよナナミ。こんな親子相手にしてたら日が暮れちゃうわ。それから何日か経って夜遅くに児童センターの先生から電話がかかってきた。あら、こんな時間にどうしたのかしら。もしもし。ちょっとお母さん、まだ迎えに来れないんですか？こんな時間まで子供を残してどういうつもりですか？うちの子はもう家にいますけど、さっきお迎えに行った時お会いしましたよね。え、あれ、おんぷちゃんのお母さん？はい、そうです。あ、すいません、私ったら間違えてしまったみたいです。失礼します。一体どうしたのかしら。はい、もしもし。あれ、またおんぷちゃんのお母さん？ママ、ちょっと電話貸して。あ、うん。先生、今からママと行くね。音符、どういうこと？話は後だよ。ママ、今すぐ児童センターに行こう。音符たちは急いで児童センターに向かった。ななみちゃん、お待たせ。音符ちゃん、もう大丈夫だよ。ななみちゃん、こんな遅い時間まで一人で不安だったね。寂しい思いさせてごめんね。もう大丈夫よ。寂しかったよ。ななみちゃんのママ、まだお迎えに来てなくて、緊急連絡先に電話したんですけど、なぜかかなでさんに繋がっちゃって。それは男と長くいたいがためにこいつが悪知恵を働かせたんだ。パパ、アルト君、どうしてここに？今日は遅くなるって。それにななみちゃんのママまで音符に頼まれてな。パパ、もしななみちゃんのママからお誘いがあったら、それに乗ってななみちゃんのママを捕まえていてほしいの。音符の予想通り誘いがあった。お待たせしました。いや、ナナミはどうしたんだ？友達のうちにお泊まりに行ってて。そうか、じゃあ行こうか。え、どこか連れて行ってくれるんですか？高級レストランとか。それよりももっといい場所だ。俺とデートとなるとナナミは邪魔なんだろう。だから以前に受け取っていたかなでの電話番号を緊急連絡先にしたんだ。それで私のスマホに繋がっちゃって先生が混乱したのね。せっかくいい感じになると思ったのに、ここまでお見通しだったってこと？本当に最悪なガキね。最悪なのはお前だろ。子供にこんな悲しい思いをさせやがって。親だからって子供に何でもしていいのか？寂しい思いをさせていいのか？同じ親として恥ずかしい。本当に最低な母親だ。そんな、私は子育てのストレスを発散したかっただけなのに。子供を育てるのは楽しいことだけじゃないわ。でもななみちゃんはあなたの子供である前に一人の人間なのよ。こんな最低な人間が視界にいるだけで不愉快だ。今すぐここから消えろ。でもななみの母親は私なのよ。置いていくわけにはいかないでしょ。確かにそうだけど、でもななみちゃんをこのまま引き渡すのは。それにここでななみを手放すとお金が。ななみ！あ、パパ、会いたかったよ。え、どうしてあなたがここに？パパにお願いしてななみちゃんのパパを探し出してもらったの。こんなひどい仕打ちして。どうせ養育費が目当てだったんだろう。ななみの親権は返してもらう。それからななみちゃんはパパと暮らすことになった。むちゃー！ななみごめんな。もう一人ぼっちにはさせないからな。ななみちゃんのママは何度か迎えに行ったけど、ななみちゃんは一緒に行かないって断ったんだって。ななみちゃんのママがななみちゃんを引き取ったのはやっぱり養育費目当てだったみたい。パパと一緒になれて嬉しそうだったよ。音符ちゃん、ななみを助けてくれてありがとう。当然だよ、ななみちゃんは大切なお友達だもん。そんなことがあってさくらちゃんとリリーちゃんに伝えることにってことがあったの。ななみちゃんよかったよかった。でももう会えないとなるとちょっと寂しいわね。みんなこんにちは。あれ、ななみちゃん、ななみちゃんだ。どうして？パパも夜遅くまでお仕事することがあるから、その時は児童センターいることになったんだ。だからまた一緒に遊んでくれる？もちろんだよ。これからもよろしくね。じゃあ今日はトランプで遊ぼう。もっと親子仲良く過ごせるのが一番だよね。重大告知。なんと前回大好評だったソプラノ漫画の限定グッズ第2弾が全国のファミリーマートで販売決定。今回もガチャ形式全部コンプリートしたいぜ。ブロマイド12種類とステッカー5種類の限定販売。ブロマイドは全て今回限定のオリジナル書き下ろしイラストだ。ステッカーはなんと懐かしのあのシーンも。シークレットはどんなイラストなんだ、教えてくれ。販売期間は12月25日月曜日から1月31日水曜日の1ヶ月限定だよ。ゲットした人はコメント欄やツイッターでぜひ教えてくれよな。全種類コンプリート必須プニー。音符だよ、レイレイです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。本当にリリーちゃんはパパ抜きが強いな。お家でママちゃんと特訓してる。ママちゃん強い強い。音符も今度ママにやってもらおう。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また会いましょう。